明けましておめでとうございます。あ、ごめんなさい、どうぞ。新年明けましておめでとうございます。1月の8日新年礼拝を始めます。ご起立できる方はご起立いただきまして、賛美歌を賛美いたしましょう。Thank you.
そのままで購読文を購読いたします。私たちの主よ、あなたの御名は全地にわたり、なんと力強いことでしょう。あなたはご意向を天に置かれました。あなたは幼子と血の御子たちの口によって力を打ち立てられました。あなたの指の技である天を見、あなたが整えられた月や星を見ますのに、人とは何者なのでしょう。あなたがこれに心を止められるとは、あなたがこれを顧みられるとは。これに栄光と誉れの冠をかぶらせました。あなたの御手の多くの技を人に納めさせ、万物を彼の足のもとに置かれました。すべて羊も牛もまた野の獣も、空の鳥、海の魚、海地に通う者も、私たちの主よ、あなたの御名は全地に渡り、なんと力強いことでしょう。ご着席ください。それではお祈りをいたします。愛する天のお父様、皆を賛美いたします。雨の日が続いた後の爽やかな日曜日の朝をありがとうございます。新しい年を迎え、1週間が経ちました。それぞれの場所で私たちの生活が守られたことを感謝いたします。この1年、どんなことが私たちを待っているのか私たちには分かりません。クリスマスの知らせを聞いた私たちは、なおもそれぞれに重荷を負い、不安を抱えています。多くの人が病とともに生きています。さまざまな感情に振り回され疲れています。しかし、東方の占星術の学者たちが星に導かれてイエス様に出会ったことを聖書から学んだように、私たちにも私たちを導く星があることを思い出させて、イエス様がいつも私たちと共にいてくださることを覚え、今日から始まる1週間も、私たちの健康を支え、元気に過ごすことができますようにお祈りいたします。今から愛する兄弟姉妹と共に主の日の礼拝を捧げようとしています。私たちの心を礼拝にふさわしく清め、御心にかなう賛美と感謝を捧げさせてください。いろいろな事情で今日ここに集えない兄弟姉妹、オンラインで参加をしております兄弟姉妹をも覚えます。今年もまた様々な奉仕が予定されていますが、それら一つ一つがあなたの御心にかなうようにお祈りいたします。新しい一年と教会の歩みを祝福してください。それぞれの奉仕に携わる兄弟姉妹の健康を支え、豊かな祝福をお与えください。今から御言葉を聞きます。今日あなたが語られます御言葉を信仰を持って聞き受け止め、固く閉ざされた私たちの心を聖霊の力によって開いてください。心を一つにして信仰による歩みを続けることができますように。語ります、ベッキー先生を力づけ、聖霊の働きによって大胆に語ることができますようにお祈りいたします。この小さなお祈り、一人一人の心にある祈りと合わせて、主イエス様の御名を通してお祈りいたします。アーメン。と、本日は新年ということなので、使徒信条を一緒に祈りたいと思います。週報の裏面にありますので、もしよければご覧ください。それでは使徒信条。我は天地の造り主、全能の地なる神を信ず。我はその一人を我らの主イエス・キリストを信ず。主は聖霊によりて宿り、乙女マリアより生まれ、ポンテオ・ピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、黄泉に下り、三日目に死人のうちよりよみがえり、天に昇り、全能の父なる神の右に座したまえり、かしこより来たりて、生ける者と死ねる者とを裁きたまわり、我は聖霊を信ず、聖なる行動の教会、
生徒の交わり、罪の許し、体のよみがえり、とこしえの命を信ず、アーメン。そのままで主の祈りをいたします。主の祈り。天に増します我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国をきたらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日用の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄えとは限りなく何時のものなればなり、アーメン。それでは聖書を読みいたします。エペソの3章14節から19節までです。こういうわけで私は膝をかがめて、天上と地上で家族と呼ばれるすべてのものの名のもとである父の前に祈ります。どうか父がその栄光の豊かさに従い、御霊により力を持ってあなた方の内なる人を強くしてくださいますように。こうしてキリストがあなた方の信仰によってあなた方の心の内に住んでくださいますように。また愛に根ざし、愛に基礎を置いているあなた方がすべての生徒とともに、その広さ、長さ、高さ、深さがどれほどであるかを理解する力を持つようになり、人知をはるかに超えたキリストの愛を知ることができますように。こうして神自身の満ち満ちた様にまであなた方が満たされますように。メッセージ、神様です。皆様おめでとうございます。先週が本当は新年礼拝だったんですけれども、合同だったので、普通ですね、年末礼拝は1年の総まとめで覚える時を持つんですけど、その日はクリスマス礼拝だったんですよね。で、今年はちょっとスケジュールがですね、そういう感じでずれてしまいました。で、一応ですね、去年の最後の年末礼拝にできなかった一つ、1年の総まとめをしたいと思います。2022年度の流行語大賞というものがあるんですね。これ毎年します。トップ10はね、ウクライナの首都のキーウィとか、関西人の口癖で知らんけどこんなのが入ったんですね。で、スマホを肩から斜めにかけるスマホショルダー、みんな持ってますか？持ってる？持ってますね。私やったんですけど、ギブアップしてもうしてないんですね。なんかどっかに忘れちゃうんですね、いつも。で、これ一回飲んでみたいんですけど、睡眠の質を、向上させるヤクルト1000っていうのがあるんですね。これ売ってないですよね、まだ。で、これをですね、一度飲んでみたいんです。で、売り切れで店で買えないぐらい人気があるそうです。で、その他、宗教2世ですよ、皆さん。私クリスチャン4世ですね。2世問題っていうのがあるんですね。ちょっと4世ぐらいになったら問題も何もかもぐちゃぐちゃです、うん、はい。年間大賞は村神様でした。これはですね、まあ、神様って言ってもじった言葉なんですけど、村上というね、プロ野球の、選手が日本にいるらしいんですね。で、ヤクルトの球団で、プレーをしているんですけれども、これがですね、ホームランを結構バシバシ打つんですよ。で、みんなが、うわ、すごいと熱狂したんです。神様のようにすごいって、もうこれ奇跡だよって言うんですね。で、今シーズンの最終打席に初めて王貞治という選手が昔いたそうです。で、彼がですね、一応すごい記録を持ってるんですけども、それを超える56号のホームランを打ったそうです。私野球ファンじゃないので全然わかんない、調べただけです。で、それがね、もう人がですね、もうみんながもう湧いたんですね。それで、で、流行語大賞に輝いたんです。すっごい偉業だよって、もう彼はすごいということ、神様みたい、これはね、普通人間じゃ無理だということです。奇跡のようだ
ということで村神なんですけど、それに様をつけて村神様になったんですね。どっかで人というのはですね、自分の力では無理やな、これ神様だなっていう心をね与えられているんです。自分はすごい、俺って天才だよなっていう人はですね、まだまだなんですよ。自分にももっと上にすごい人がいるからですね。自分の力じゃ無理と感じるときに、神様だなと教えられる心が、スペースがあるんです。で、私去年の NHK の大河ドラマに鎌倉殿の13人っていうのがあったので、見たんです。いつもそんなに面白くないのに、これはね去年面白かった。でなぜなら主演の小栗旬っていう人がいるんですね。で彼がですねすごく上手だったんです。最初は欲のないすっごい好青年なんです。でもね、年を重ねるごとに変わるんですよ。どう変わるかって言ったら、自分の権力をね維持するために人を殺すほどになってしまうんです。彼は素晴らしい役者です。でも彼はね、役者人生の中で途中大変なことになるんです。病気をするんです。そして彼は変えられるんですね。どう変わるかって言ったらですね、28歳の時に舞台の主演をしていました。その時に倒れたんです。朝起きたら力が体にね全身入らないんです。シャワー浴びたらね、自分の頭はどこにあるんだろうって分かんないぐらいなんです。ちょっと分かりませんね。それ意識がね朦朧とするんです。で病院に即行ったんです。そしたら、ああそれはね若年性更年期障害って言うんだよ。更年期ですよ皆さん、20代で。で水飲むでしょ。で私もそうですけど、人と一緒にご飯食べられないのは、水を飲むと水が垂れるんですね、ベルマヒだから。で彼は、ね、この時にこう言ったんです。体が壊れたと思ったの。20代で体が壊れてしまったんです。それで治療するにもですよ、更年期の治療ってホルモン治療っていうのがあるけれども、20代でホルモン治療はちょっとやばいっしょ。だから一つこの方法で治したんです。神様に願ったんですから。で日本では神頼みってどこに行くかって言ったらですね、彼は奈良のお寺に行ったんですね。芸人の芸の神様がいるということで、そこに行って参拝しました。でもその日以来ですね、彼はいつもそこに必ず行って礼拝して、そして仕事に邁進するんです。人の力では無理と感じるときには、神様の力に頼るということを教えられる心を人はちゃんと与えられています。偉業を達成すると自分はすごいと思うかもしれません。20代でものすごく有名になって、自分は結構すごい役者だなと思ったかもしれません。でもね、神様というお方がいて、その力に頼らないと人はどっかで壊れてしまうんです。自分の力だけに頼って仕事に邁進すると、必ずどっかで問題が起こり、まあ、人間関係か自分の体か、メンタル的にストレスを受けてもうダメっていう時もあります。体も衰えます、疲れます、ミスもします、病気もします、もう体調がおかしくなります。だからね皆さん、神様に頼るんです。礼拝はね欠かしちゃいけないんです。神様を知ってるからじゃないんです。神様を礼拝して必ず私たちは祈り、第一に置いて、そして邁進するんです。基本はね、基礎は神様です。その上に私たちは努力をします。それほど神様の働きがあってこそ人は光るんです。マタイの2章でインテリの大先生たちが、星の研究をしている先生たちが東からやってくるでしょ。みんなから尊敬されている先生たちですよ。でもね、特別な王様が生まれると知って、わざわざ遠くから礼拝をしに来たんです。
それはそれはね、嬉しくって嬉しくって喜びに満ちてイエス様の家に到着したんです。まだ会ってないのにもうドキドキなんです。ああもうこんな素晴らしい神様に会える、この王様はすごいんだ。そして会って礼拝をしたんです。心がこもった贈り物も捧げます。自分の仕事、肩書き、家柄、研究以上に大事なお方がいると、この頭のいい博士たちはよく知っていました。知識人ならば必ず分かることです。上には上がいるんです。この王様がね、素晴らしい王様が世界を変えるすごいお方だって知っていました。だってね、平和に導けるお方なんです。どんなに頭が良くて能力があって力があって喧嘩に強くてもですよ、世界を平和に導くのはちょっと無理です。人は夢を求め勉強して邁進します。仕事もします。成功します。熱くなる心と楽しい人生と偉大なる働き、功績、いろんな人がついてきて、そして仲間も多い。でもね、必ず途中苦しくなる時がやってきます。病に頼れ、日々の生活ね、時々ね飽きるんですね。もうやめたくなるんです。もうこれいいわと思うんです。悪い働き、人たちの働き、企みに心が折れたりもするんです。なんで車の触媒を取るんだよ、なんであんな知らない人が来て車を盗むのよとか思いませんか。そうでしょ、ゆりみさん車大変ねそうですね、はい。なぜ生きているのか、こんな悪い人が送ってこんな生活をしているのか分からなくなる時もやってきます。メンタルがね続かないんです。そんな時ね、皆さん神様の力に頼ることをもう一度覚えないといけません。12月になるとですね、大体いろんなメールがやってくるんですね。宣教師のメールはですね、12月多いんですよ。特に、1年どんな年だったかというレポートみたいなレターなんですね。私この日本で宣教する宣教師たちとっても尊敬しています。すごいなと思います。2月にですね、仙台から宣教師がやってきます。証しをしてくれるので皆さん忘れずに、来てください。この宣教師たちね、生活は決して裕福ではありません。でも神様の働きに喜びを覚えて邁進しているんです。神様に頼る生活をしているんですね。クリスチャンの生活っていうのはね、神様の愛の中に根を張って生活をします。エペソの3章で愛に根ざしたというその生活を私たちは日本にいる宣教師のレターを見てね、本当に思うんです。神様の愛に基づく基礎の上で邁進しているな、頑張ってるなっていうのがよくわかるんですね。それで日本のね、宣教は簡単かって言ったらね、めっちゃ難しいんですよ。楽なことなんか全然ないんです。働きが簡単だって言ったらありえないでしょうね、きっと。一人がクリスチャンになるのですよ、皆さん。一人ですよ、何年かかると思いますか。ようやるなーっていう関西弁で言うと、もうようやるなーと思うんですね。私は感心もするけど本当に尊敬してしまいます。主の素晴らしい奇跡を見て喜び踊ってるんですね。でこれ、ノア宣教師夫婦からのレターがやってきました。数年前ある男性に出会いました。彼は子供の頃からずっといじめられて成長した人です。だからね、彼は人と付き合うのが怖くって社交性があんまりないんです。日本はいじめっていうのがあって問題なんですね。でいじめのターゲットになるとずっといじめを受けて子供から成長していくんですよ。そして彼は今友達はいない、大人になっても一人もいないんですっ
と本人が僕に言ってきました。で、まあ一応知り合ったので一緒に聖書の勉強を始めたいんだけど、まあ勉強って言ったら難しいので聖書を読もうということになったんですね。 Let's read the Bible ってことになったんです。それで一緒に読むクラスにしたんです。それがね、聖霊の神様が働いて彼の心がだんだんと変わっていきました。聖書を読むと変わるんですよ皆さん。イエス様を信じたいと決心したんです。そしてクリスチャンになった後、あ、ページちょっと、宣教師たちは生活のためにカフェをしてるんですね。でカフェをしてて、そこの、ヘルプをしないか、仕事をしないかと誘ったんです。彼は人と付き合うのが上手じゃないでしょ。だから普通にこう話すことも全然できないんですよね。でも何かしないといけないから、ほらうちでちょっとコーヒー焼いて何かしないかということで、カフェで働き始めました。で先月カフェでスポーツの話になったんです。クリスチャンの集まりね、何の話するか言ったらスポーツの話もするんですよ。村上様って今日私がやったでしょ。 ああいう感じで、でみんながねもう盛り上がるんです。みんな野球大好き、日本は。その時ね、彼がボソって言うんですよ。のはクリスチャンの一番いいところは何だと思う？でノア君ね、宣教師が何だろうと思ったので、彼もクリスチャンホームで育って宣教師になってるのに、何がそんなにいいんだいって知りたかったんですね。でそれはね、恐れがなくなることだよ、恐れから自由になることだよ。プライドとかいろんなことが自分にあるでしょ、それ全部自由になるんだよと言ったんです。で野谷さん教師ちょっとよく分かんなかったら、なんでよく分かんないからちょっともう少し説明してって言ったんです。プライド、ねちょっと違うんだよ。プライドはね、恐れの一つだよ。僕にとってはね、いつも僕は人のことが怖くてね、人がどう思ってるか怖くてね、もう怖くて、その恐れが僕の心をいつも支配していたんだよ。失敗したらほらみんなからやじられ、いじめられ、もうどうしようといつもビクビクして怖かった。なんかグループにうまく入れないんです。どうしよう、入りたいのに話してもですね、話が上手じゃないですねと村八にされてしまうんですよ。彼いつも怖いんだって。なんかそのこうしないといけないという自分の中にあったプライドがコントロールしていたみたいで、正しくありたい、失敗したくない、グループにうまく入らないと、周りからも大事にされ尊敬されたい、いじめられたくないという、そういうプライドが自分にはあったと。でもね、イエス様に出会ってそれがね変わってしまった。自由になったんだよ。もうこんなことに縛られてたら僕は一生ダメになると思った。失敗してもいいじゃないか、尊敬されなくてもいいじゃないか、間違ってもいいじゃないか、それでも神様は僕のことを本当に大事に思って、まあ、愛してるって言ったらですね、ちょっと日本語の訳が弱いんですよ。神様はね、僕のことを可愛がってくれてるんだよねっていう感じで話すんです。だから僕はこの福音をみんなに伝えたいんだ。カフェで働いてるスタッフはもちろん、それ以上にカフェに来るお客さんにも伝えたいんだよ。で宣教師はこの話を聞いてすっごい感動したんですね。簡単な話かもしれないけど、ものすごい真実で、もう心から伝わってくる話だったんです。で私はって言って、その手紙をですね、感動した後にですね、すごいなと思いました。このエピソード3章に内なる人ってあるんです。生まれ変わって新しくされた自分はあるんですね。見えないけども自分で自分が分かる、変わったな、イエス様信じて。それがね、変わったらね、どんどん変わっていくんです。1回だけじゃないです、どんどん
変わって自分を強くしている神様を見る生活に入っていくんです。顔は同じです。髪の毛も増えることもない。まあまあちょっとあの男性ですからね。でも心の中が自分が変えられていくんです。でもまずですよ、神様の愛に根ざした生活を始めてみないとそれはわからないんです。やってみるとそこに違いが出てきます。神様の愛の広さとか長さとか高さとか深さとか、それをね、理解できる力が徐々に徐々に与えられます。それは私たちが人間の人知、人が知る力以上のものです。神様の愛はね、私たちが知る広さとか深さ以上に大きいです。イエス様の愛に触れて変わることができるぐらい大きいものなんです。さあ、2023年のお祈りはイエス様の愛をもっと理解する力を与えられますようにという祈りです。神様の愛を経験して触れることができますように。アーメン。ありがとうございました。それではご起立できる方はご起立いただきまして、賛美歌を賛美いたしましょう。
たします。新年です。主が一人一人を祝福して素晴らしい一年を与えてください。私たちのために死んでくださったイエス様の素晴らしい恵みと、父なる神様の優しい愛と、聖霊がくださる親しい交わりが一人一人の上にありますように。アーメン。ご着席ください。それでは、報告に移ります。霊的成長のため聖書を読み祈るデボーションタイムを持ちましょう。礼拝はコロナ対策のためルールに従い行っております。日曜礼拝は日曜日の朝9時から教会のウェブサイトでライブ参加できます。過去の礼拝も教会のウェブサイトで閲覧が可能です。2023年度の約束献金を祈り準備いたしましょう。チェックで献金される場合には、メモ欄に約束献金、誠実献金、感謝献金、特別献金などを明記してください。日曜6時より卓球のミニストリーを行っています。第3土曜日はシニアのためにお弁当が準備されます。希望される方はオフィスまでご連絡ください。無料となります。オンラインの日本語幼稚園のクラスのためにお祈りください。小学生対象日本語サンデースクールは毎週日曜日3時30分からズームで行っています。1月の21日土曜日敬老弁当は日語部が担当となります。金曜日の1時から、準備となります。1月29日日曜日新年のお雑煮の日です。礼拝後準備いたします。ヘルプできる方は、茂田姉まで。また27日の金曜日1時からお餅の準備をいたします。お餅担当は、杉田姉となります。2023年度1月は新年の塗り絵大会があります。入賞者には賞金が出ます。何か他に塗り絵事故ある方いらっしゃいますか？なければこれで礼拝終わりにいたします。ダメだったね。